お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、クラロワで一番簡単に勝てる最強デッキというわけでこちらですね。はい、皆さん来ました、エリゴレです。お帰りなさい。ですねまあこれは喜ぶ人は喜ぶだろうし、まあ使わない人からしたらね、もう最悪だと思うんですけど、多分ね、エリゴレこの環境、新環境ですね、結構強いです、残念ながら。まあ理由としては、まあボムタワーの加砲であったり、まあエリゴレとね、セットだったヒールスピリットが、まあ強化されて戻ってきましたと。まあいうところで、全然もうエリゴレ使われるんじゃないかなと思います。で、まあよくあるこの1枚の枠ですね。ここ、まあダクネだったりしたこともあるんですけど、エリババはね、強化されたというわけで、このエリババエリゴレが、マルチでマッチングしてボコされて、しかも、あのね、エリババエリゴレの人がね、あれ、世界もう、なんなら一桁一チャンクぐらいにいるんですよ。この人ですね。いやもう、やばいって。この人、一度世界一位を取ったことがある人なんですよ。あ、この人かな？いや、違う人かな？アカウントは多分別だと思うんで分かんないですけど、世界一回ね、エリゴレで取ったことある人だと思ってて、マジで、やばいっすよ。世界12位に、エリゴレ、エリババ、レイジで行っちゃったら、みんな使うっすよ。いや、しかも、この人本当に、後ろからもうエリゴレ、ヒーラー、で、エリババ追加、レイジ、とかなんですよ。まあ、うまいんですけどね。もちろん、エリゴレ使いでは多分トップのね、うまさがあると思うんですけども、いやーっていう。最悪なデッキがね、復活してしまいましたよというところで、今日はね、エリゴレヒーラーやっていきます。でちょっとエリゴレなかったんでね、ヒーラーエリゴレからいきます。で、ボムタワーがね、今回やっぱ加砲されたというわけで、まあ、今回の対戦相手がどっちかが分かんないんですけど、まあ、テスラだった場合にめちゃくちゃね、あんでボムやねん、テスラだった場合にそうめちゃくちゃ活躍するよねと思ったんですけど、いやーボムですね。非常に残念ながら今回の相手は、ボムです。いやー、しかも、綺麗に抑えられて、いやー、さあ、まあ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 。言うてね、ここは、耐えれそう。おい。これちょっとエリババだけで受けてさ、カウンター狙いたいっすね。これだって相手は、インドラもちょっとね、防がないといけないので、いや、やらむちてえなー、やりゴブとかに。いや、めっちゃうまい、その、ウッドエリゴブ。いやー、うまいですね。まあまあまあ、僕にはね、エリババくんが言うんだよね。エリババは、攻撃速度ですね。殴る速度が速くなりました。まあ、あと一番最初の初撃っていうんですか、対戦相手、こう歩いていった時に目の前にいる相手を見つけてから殴るまでもちょっと速くなりましたね。はい、というわけで、とりあえず、殴る回数が増えました。まあ、あとはもう、僕はぶっぱするだけです。いやー、これで皆さん世界12行けますよ。本当に、ユニレベがあれば。まあそういうデッキなんでね。いや、エリゴレ。エリゴレ、ゴレとかエリージアイとか、まあその辺なんか強そうな印象がありますね。まあボムタワー加砲されたって言ったんですけど、爆破ダメージが加砲されたんですよ、今回。そんなので、このボムが生きてる時は別にそんな変わんないですね。そう、ボムが壊れてからが、ちょっと変わった。ボムタワーの爆破がね、ちょっと加砲されたってだけなんで。あと、ヒースピの円がちっちゃいんだよな、いい加減。めちゃくちゃちっちゃくないですか？え？エリババ強っ！それ守れるんだ。で、これちょっとヒーラーとかでさ、延命したらさ、めっちゃ良さそうだなと思ったんですけど。いや、マジアチャが強いですね。いや、ヒーラー頑張れ。さあ、まあ、ウォールブレイカー来たら最弱柳雨で守れるんですけど、あんまり守りたくないですね。なんか、防衛してると負けちゃうイメージがあります。さあ、柳雨打って、お、相手なんか今。デシャバリトルネードが見えた気がする。さあからの、まあ、レイジ行きましょうか。レイジ行ってもろて、ヒースピ添えてあげて、飛んでもらって、これ、エリババ？ああ、やりこぶ、いいっすね。さあ、こっからは、一応僕は守らないと、負けちゃうんでね。で、ワンチャン攻め取れねぐらい。まあ、さすがに来ねえか、さっきので。いや、来る。これさ、ワンチャンない？マジで。いや、エリゴレやった方が良かったかな。あ、でもこれボム使った。いや、さ、ヒースピ。いやー、このヒースピがなー、マジで。全然だな。
いや、相手のやりゴブうますぎん、さっきから。そんな綺麗にタグ取れます？やりゴブリン、普通。さあ、ヒーヒーラーでタグ取って、これをトルネでキュイーン。いや、でも、斜めってる。いや、ワンチャンあるぞ。ワンチャンあるぞ、これ。事故るぞ。エリババ追加したいっすよね、マジで。エリババ追加が多分強いんですよね、この。このね、しかも今、ウッド使ったんですよ、相手。いや、マジであるっすよ。マジである、マジである。飛んでもらって。いや、くんな、くんな。オッケーオッケー。帰ってくんな、俺ら。ふっ。いや、耐えてる。ああ、相手の防衛、うまっ。マジか。いや、これ、耐えられたら、僕も、無理っすよね。ぶっちゃけ。なんでこれ耐えれるんっていう。いや、でもワンチャンありそう。すごいワンチャンありそうなんだよな、マジで、さっきから。やばくないですか？ワンチャンの塊みたいな試合してる。え？もしかして。もしかしてだけど、勝っていく！いや、これ、勝っちゃうんすね。いや、絶対負けだと思ったな。相手の、なんか、受けめっちゃ上手くなかったっすか？普通ね、もっとこう、事故ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、でもやっぱこう、最後、決めきれるのが、エリゴレの強さですね。さあ、よろしく。この方、ファルチェバルンですね。いや、さっき当たったんすよ。いや、ファルチェ、バルキリーって、さっき当たって奇跡的に勝ったんすよね。いや、なんかマジ。エリババが暴走しただけなんですけど、まあ、ワンチャンありますね。マジで。バルキリー、ファルチェ、トルネードなんですけど、ワンチャンあります。さっきなんか、エリババで持っていきました。すべてを。さあ、とりあえず、いやー、見るに耐えない試合になるかもしれないんですけど、いや、マジで、やばいっすね。頭、エレキがね、降ってくるのが嫌ですね。ヒースピ？いや、いいザップ。あれ？これも、めっちゃ来てる。めっちゃ来てる。さあ、いい、あー！ん？いやー、なんか全然だけど、あー、もうちょっと回復したらでかかったですね。さあ、で、僕今、対空2枚されてたんでね。これ、攻められたら、その瞬間、エリババ飛ばしたいな。ディガンまで来ないか。さあ、これは守れないので、まあ、僕としては、交換できたらめっちゃ理想だなって感じなんですけど、どうなんだろうな。いや、でも、これで交換できるのもちょっと強くないですか、これ。ああ、エリババ、HP 高いのこけちゃったな。さあさあさあ、とりあえず、11交換にできました。いや、橋前でもあれね、止められないんですよね。そう、強すぎて。エリババがマジ強い。さあ、インドはインドで耐えましょう。ワンチャンザップくんのかな。これ、ヤナアメでもよかったかな。なんか、ヒーラーはもったいないですね。これ多分、ヤナアメでよかったっすね。さあ、まあまあまあ。で、ヒーラーは僕使ったら、エリゴレ展開はあんましたくないですね。まあ今みたいな感じで、なんかまあ、あれっすね。エリババ飛ばしとけば、ワンチャン勝てるっていう、そんな感じっすね、今回。うん。まあエリババとセパもできるんでね。まあエリゴレを出すタイミングはちょっと難しくなってきますね。ディガーとか飛ばしてこないんですね。これだって、ね、結構、インドラ嫌だな。回復してあげようかな。やべ、これちょっとあれかな。雑すぎたかも。うんうん。僕、あれしたいな。あ、でも、エリババがさ、これ見て。エリババがマジでヒーラー？いや、ヒーラー？いや、ヒーラー絶対サボったな。あ、でも、残ってる。いや、これめっちゃいい、めっちゃいい。だって竹が良くて、ヒーラーもちょっと添えてあげたいな。これすべてが、いい感じにいけば。いやー、めっちゃいい。あー、マジか。今のめっちゃいい。あ、でもこれ、この攻めが、やってんのか俺もしかして。このサメやってますね。やってますラット選手これ。すんごいカウンター来ますね、これ。いやー、こんなエリゴレしなければな。今ワンチャンすごいありそうだったっすよね。ね。さあまあ、これは、僕が今からチート使わない限り勝てない気がする。あ、でも、エリババレイジでワンチャンあるのかな。ふっ。あ、タワーが見えねえな。さあ、700。あ、でも待って。バルキリーで終わる。さあ、まあ、そんなわけで、まあ、ちょっとね、やっぱバルキリー、あ、バルキリーが、そういえば、結構ね、増えてます。なんか、クロスボウデッキのナイトだった枠も、ほとんどが、バルキリーです。もう全部、そう、アイスイズ、テスラロケットクロスのナイトが、もうみんなね、バルキリーです。まあ、やっぱナイト加工されたっていうのもあるんですけど、
ロイホグがね個人的に結構今季強いというか、まあ、ボムカホーって言われてるからボムをやっぱテスラにする人とかも増えると思うんですよ。そしたら、まあ、ロイホグヒースピとかも普通に強いと思う中で30位とかもねそう強化されたんで、ね、まあそういったところでなんか全体的にバルキリーがすごい強そうなねイメージがあります。なんで今季はちょっとバルキリー今までナイトだった方はバルキリー使ったり、まあ、バルキリーがちょっと流行りそうなね気もしないこともないので、なんかエリゴレイからしたらねバルキリー結構天敵ですよね。そうそうそう、なんかその場でクルクルしてるだけでエリゴレ溶けちゃうじゃないですかあれだからバルキリーそうそうエリゴレからしたらまあ厄介なんでインドラで焼くなりライドラでやるなりするんですけど、エリゴレ溶かされたら結局ね4コス相手に行ってカウンター来ちゃうんでちょっと嫌ですよね、まあ、でもそれぐらいっすよね本当にバルキリーが嫌なぐらい頑張って突破せえっていう。さあ僕マジで世界一初手悪いんですよね。ヒーラーエリゴレヒーラー組みたいのにヒーラーがねえんですよ。これも無視します。いやこれで勝てますクラロワって今最弱なことをしてますよね。多分クラロワ YouTuber で一番したらダメなことを僕今多分してる気がするな。これ相手あれじゃないですか、メガナイトラムとかどうなんだろう、そんな気がする。あれあげますで来い、降りて落ちてこい、落ちてくる、いいスピードで回復してで焼いて終わりっす。はいお疲れ様でしたいやまあ僕も本当はねこんなことあんましたくはないというか、ちょっと視聴者さんがやっぱこう強いデッキ欲しいって思ってると思うのでやばいよなマジで。3秒ぐらいで試合終わったっすよ。さあこれ勝てばさっきねなんか新活気になってすぐに結構トラ上がって77行ったんだっけ、77付近まで行ったんですけど、そうそういろいろねなんか試してたらちょっと落ちちゃいましたね。ヒースピーがなんかなんとも言えないですね。結構使われてるんですけど今ロイホグとか陸で攻めるデッキとかまあいろいろ使われてるんですけど、なんかそこまでめっちゃ強いかって言われるとなんとも言えない。やっぱ円がちっちゃいんでエリゴレぐらいならいけんのかなっていう。さあこれも無視します。で今回あれっすね、ババメガナイトマザネクで僕がよく使ってるデッキだと思いますね。なのでまあメガナイトを突破できれば勝ちかな。さあもうメガナイト来ると思うんですけど、もう関係ないですからねぶっちゃけ、ヒースピだけあればね。うんちょババか、いやこれやばい、いやババが強い、うわ待って、いやーやばいよー。これはね相手の防衛軍うまかったですね。今のババプラスのファイヤーボールでね溶かしてきました。あれでもあーまあまあまあ豚一匹、まあまあ相手はインドラがきついとかかな、カウンター狙いたいっすよね。まあでもヒーラーいないカウンターはちょっと弱そうだな。まあヒーラーだけつけるとかでも良さそうっすねこれは。まあエリババでもいいけど、いやいけそうだなこれさ、エリゴレからのヒーラーだってこれインドラとかいるんでね、相手絶対きついですよね。あーうまい、そのホバリングうまい、さすがに。でもこれ勝てるんじゃね、ライドラが勝てば世界変わるっすね。あー相手の防衛がうまいな、うわーヒースピそっち行く、逆にあーうまいなマジでね、うまいか。でも結構入ってんのかどうなんだろうな。いやこれでも結構頑張れそうだな、結構頑張れそうだな。あれまあまあ頑張ってんの。さあここちょっとほどほどに守って、これもなんならさ、いやーどうなんだろうな、ババが嫌なんすよね。でもババがマジでババが嫌だな、ババの突破がなかなかむずい。そうまあでもこれはもう行かない方が良くない気がするので行きます。よしもうぶっ破して、まああとはもう祈る、僕のユニットに信じるしかない。で、キング、バカダメージ。あー、耐えてほしかったなー。さあ、フルカウントあげます。まあ、これは、キング折れない程度に守りたいっすよね。さあ、30秒か。間に合うかな。いやー、相手のこのホバリングちょっとエッチっすね。いやー、これはね、
いや、相手もうまいし、さあ、ババがきついよと。まあ、これがね、エリゴレの弱点。簡単に勝てるときもあれば、簡単にね、突破できないときもあるよと。まあ、言うね、ちょっとこう、疲れたときとかにね、でもクララはやりたい。俺はクララが好きなんだって方には、とてもね、おすすめな、最低なデッキです。ぜひ、使ってみてください。まあ、強いんでね。はい、強いのに間違いはないので、ぜひね、皆さん、この、エリゴレね使ってみてくださいというわけで、ちょっとね今期いろんなこう今試してる感じなんでね、またちょっと強そうなのがあれば紹介できればいいかなと思います。だけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。